皆さんこんにちは、キリアです。ドラゴンクエスト11過ぎ去りしと火を求めて、こちらの続きをプレイしていきたいと思います。さあ、突然始まりましたが、今こちらクレイモランから東の方へ歩いていって、そして聖地ラムダに着いたところです。で、ラムダに入る直前で、始めようと思って近づいていったんですが、近づいている途中でイベントが始まりまして、ここから実況を開始していきたいと思います。なんだか今までとは空気が違うわね。険しい山道を抜けた先にこんな神秘的な場所があるなんて。ふふ、マルティナさんたら、自分の故郷を神秘的なんて言われるとなんだか照れくさいわ。そう、ここあれなんですよね、ベロニカとセーニャの出身地なんですよね。はい、そうですよね。はい、この地こそ私たちのふるさと。命の大樹と共に世界を見守ってきた神語りの里、聖地ラムダですわ。静かすぎて退屈な場所だけど、ここに来るとやっぱり落ち着くわね。虹色の枝が見せてくれたオーブを捧げる祭壇は、この里を抜けた先に広がる地祖の森の山頂にあるはずですわ。ほう。ここで疲れを癒していきましょう。勇者様がいらしたとしたら、みんなきっと喜びますわ。おー。なんか初めてですね、勇者が歓迎されるというのは。なんだこれは。羊？ここのクレイモラン地方から、このシスケビア雪原を抜けて、ゼーランダ山に入って、ここが聖地ラムダなんですね。今ここに来ているところです。あと、裏で錬金などもやってきました。でね、最近ちょっと錬金の調子が悪いなと思っていたんですが、動画を撮っていないところで、この魔法の方位プラス2とか、シルビアのハヤブサの剣プラス3とか、動画を撮っていない時に限ってうまくいくっていうね。まあそんな状況です。あと前回行ったバイキングのアジト、あそこも、こういうクエストなどで、必要な場所でしたね。ここら辺のも、いろいろクリアしています。あと、クレイモランの城下町で、夜になったら酒場で、女王様と、あの魔女が恋バナをしているとかね。そんなのもいろいろありました。さあ、では、こちらラムダの方へ向かっていきましょう。おっと。世界中の命を束ね、見守りし命の大樹を、今日、このラムダの地にまた一つ新たな命が生まれました。かつて古き葉として散った命は、こうして新たな葉として芽吹き、また違う一生を歩んでいくことでしょう。ほう、輪廻転生的な感じ。我らの母命の胎児よ、聖地ラムダのいとけない若葉にいとけない、ほう、どうか祝福を授けたまえ。これがその赤ちゃん。む？おお、双剣の姉妹、ベロニカとセーニャではないか。一体いつからそこにいたのじゃ。いや、ついさっき来ました。長老様、お久しぶりですわ。皆様、お変わりないようで何よりです。ぬ、ベロニカ。そなた、しばらく見ない間に随分背が縮んでしまったようじゃな。そうですね。それより聞いてよ。ほら、私たち言いつけ通り勇者様を見つけてきたわよ。はい、私が勇者です。はい。おお、赤子に祝福を授ける洗礼の日に勇者様がいらっしゃるとは、なんと今日はめでたき日よ。私は聖地ラムダの長老、ファナード。こうしてお会いできる時を何年もの間お待ちしておりました。長老様、私たち世界中を旅してついに突き止めたのです。勇者様の命を狙う邪悪な者の存在を。なるほど。それでは、ウルノーガなる者がデルカダール王国の誰かに化け、勇者様を亡き者にしようと。そうなんですよ。
私たちはウルノーガを打ち倒すため、闇の力を払う何かが眠っているという命の大樹のところへ向かうことになります。命の大樹へは、始祖の森の山頂にある祭壇にオーブを6つ捧げれば生きるらしいわ。私はかつて、ベロニカとセーニャが勇者様と共に命の大樹を目指し、天高い山を登ってゆく夢を見ました。あの夢はきっと大樹の神託。そう思ってベロニカとセーニャの二人を勇者様の元へと使わせたのですが、ほう。これで全てが明らかになりました。あの夢は勇者様が始祖の森の山頂にある祭壇へ向かう光景を示していたのでしょう。始祖の森へ続く道はこの先に見える大聖堂の奥にあります。私は大聖堂でお待ちしておりますから、オーブが6つ全て集まりましたら私のところまでお越しください。はい、集まってます。双剣の姉妹ってのは私とセーニャが生まれた時に長老がつけた呼び名よ。ほう、生まれた時に。ほう。力を合わせれば賢者様の強さに匹敵するって言われてたの。ほう。私たちは二人で一つってわけね。へえ。そうか、ベロニカが攻撃魔法でセーニャが回復魔法、それで二人の力を合わせれば賢者になるということか。ふむ。お、命の大樹にたどり着いたとき、キリアの本当の旅が始まる。どうなんすかね、これから先。まだまだ物語はどうなんだろう。まだ序盤ってことはないでしょうけど、まだ終盤っていう感じが全然しないですよね。これを見るとクエストの数はかなりもう消化していますが、どうなんだろう。倒したモンスターの種類がまだ半分もいっていない。集めたアイテムの数も半分にもいっていない。ほう。そんなあったかい顔してますか。っていうか、これすごいな。なんかこの音楽もそうですけど、ドラクエ8のあれを思い出しますよね。なんだっけ、聖地ゴルド。お、こちらは双剣の姉妹ベロニカとセーニャが育った家です。おお、ベロニカとセーニャの親か。完全に初めてですね。こちらがベロニカとセーニャのお父さん。おお、勇者様、聖地ラムダへようこそいらっしゃいました。私はベロニカとセーニャの父です。おお、私たちの天使、ベロニカとセーニャなら、私たちの天使、きっと勇者様を見つけると思っていました。はい、わかりました。で、こちらがお母さん。すごい美人だな。あなたが伝説の勇者様、噂よりもお若い方なのですね。どんな噂だったんだ。まだ若い勇者様にとっては手に余るかもしれませんが、うちの娘たちを守ってあげてくださいな。はい、こちらこそお世話になっております。聖地の始まり。遥か昔、邪神がこの世に現れた時、一人の勇者が立ち上がり、仲間と共に邪神を撃つ旅に出た。ここ聖地ラムダという里は、その勇者たちの旅を支えるために集まった人々が作ったものである。そして聖地ラムダの先祖たちは、勇者に世界を救ってもらった恩を忘れぬため、その伝承を永遠に残すことにした。神語りの里、聖地ラムダ。その呼び名は、ひとえに勇者への感謝と敬意の表れである。ほほう。夢見の血筋。古の時代より、この聖地ラムダには数百年に一度、夢見の力を持つ者が生まれるという。夢見とは、眠っている間に少し未来に起こることを夢に見るという何とも不思議な力である。夢見の力はこの数百年の間、多くの人間を導き救ってきたが、力の正体についてはよく分かっていない。
昔の学者が残した書物によると、一説には大昔、聖地ラムダに住む者の先祖が空より授かった力だとか。ほほう。勇者様の手に宿る聖なる紋章は、命の大事と勇者をつなぐただ一つの絆と言われております。へぇ。命の大事の中心にたどり着いたとき、きっとその紋章があなたに新たな導きを示してくれるはずです。ほほう。この里を見下ろす大きな頂上は、肖像は、これのことですね。古の勇者様と一緒に戦ったある賢者様をかたどったものよ。へぇ、そうなんだ。私の気のせいかしら、今日の賢者様ちょっと笑っているような気がするわ。へえ、笑っている笑ってるのかな。夜に星空を眺めていると、一つひときわ明るく輝く赤い星があることを知っていましたか？あ、はい、知ってます。あれこそは勇者の星。古来より私たちが勇者様の象徴として崇め続けてきた聖なる星なのです。ふむ。ベロニカとセーニャは一つの魂、一つの体で生まれていれば、賢者になっていただろうと言われています。ほう。でも、双子で生まれてきたから、賢者の素質を別々に授かってしまって。ほう。ほう。私、辛い修行とか嫌いでさ、なるべく楽して感謝されたいから、回復呪文の勉強をしているの。セーニャが勉強してないみたいな感じにも受け取れちゃいますが、まあそんなことはないですよ。素質があっても勉強はしていると思いますが。あ、じゃあこっちの男の子はベロニカに憧れている。おう、ここが長老の家。女の子みたいな顔しているし、髪も私よりサラサラだし、なんだか悔しいわ。女の子みたいな顔してるかな？この人も髪十分綺麗だと思いますけどね。うわ、ちょっと待って。これ、七種のトレジャーハンターって、テオだったのか。その時は、私の本当の名前を呼んでほしい。私の名前はテオ、トレジャーハンターだ。はぁ、それでテオはあの魔法の石を持っていたのか。今までなんかもう普通に読んでいて、で多分動画内でカットしてる部分も結構あったと思いますが、この七種のトレジャーハンターの、とあるトレジャーハンターの伝言、これテオのことだったんですね。お、勇者様、6つのオーブが揃ったようですな。なんと素晴らしい。それでは勇者様、どうぞこちらへお越しください。はい。おお、すごい荘厳な部屋ですね。なんて綺麗なんでしょう。こちらの絵は一体何を描いたものなのかしら。ん？これなんか木が折れてますけど。こちらの数々の絵はラムダの地に伝わる神話の一節を表したものです。これ命の大事じゃないのか？勇者とは
世界に最悪が訪れるとき、大樹に選ばれて生まれてくる存在。この世界に初めて勇者という存在が降臨されたのは、遥か古の時代のことです。ロトゼタシアのすべての命の源は命の大樹。邪悪の神はその大樹の中に宿る生命力の根源、大樹の魂を奪おうとしました。ほほう。お？そんな時代に命の大樹に選ばれ、生まれたのがキリア様と同じ穴を携えた伝説の勇者、ローシュ様です。ローシュ。そして、勇者ローシュ様と共に戦ったお仲間の一人、賢者セニカ様。セニカ、それがここの、あの石像の賢者か？そのセニカ様の生まれ変わりと言われているのが、そちらのベロニカとセーニャなのです。セニカから名前を取ってベロニカとセーニャにしたのか。ウルノーガ。写真なきこの時代にキリア様がなぜ勇者として生を授かったのか、皆様の話を聞いて全てつながりました。どうかウルノーガなる者を打ち果たし、世界の未来をお守りくださいませ。ご分をお祈りしておりますぞ。はい、みんな頑張りましょう。これで、なんかいろいろ調べられるのかな、これは。キリアは絵画の前にある石碑を読んだ。晴天。平和となったロトゼタシアの世界に勇者の星が浮かぶところを描いた星画。おお。ちょっと待って、これって順番逆じゃない？って今はちょっと思った。こっちは？荒誕。神話の時代のすべての始まりとなる一枚。伝説の勇者、ロー氏の誕生を描いた聖母子画。ほう。ロー氏、勇者ロー氏が生まれた時のことか。で、あれがロー氏の母親。これが最悪。この世の命のすべての根源となる命の大樹が散りゆく姿を描いた聖画。そしてこれが大樹。伝説の勇者ローシュとその仲間たちが邪神に挑む姿を描いた聖画。ほう。あの左、こっちの手前に映ってるのの左側の緑のオーブをまとったのが賢者かな？賢者セニカ？で、その右側のあのピンク色のライアンみたいな鎧を着ているのがもう一人の仲間か。その仲間があれなのかな？あの、ネルセン。このネルセンの宿屋のネルセンという名前は昔の勇者の仲間から名前を取ったと言われて言ってましたからね。そして、世界が平和になってこれの絵に続くのでしょう。これがもう勇者の星が浮かんでいるということは、この時にはもう勇者はすでに死んでいるということなんでしょうか。はい。前人未到の危険な場所。ほう。わかりました。はい。ここの道具屋で、マジカルハット、これをベロニカに装備させましょうか。攻撃力プラス30。敵の良さプラスがつけばさらに増える。これをベロニカに装備させて、それとこの厚手の鎧。炎と氷のダメージを 15% 減。そして守備力も10増える。これを、キリアに買っておきましょうか。さあ、それでここから、こっちの方に行った先にキャンプがありますので、とりあえずここへ向かって、そしてさっき買ったものの打ち直しの家事をやってみましょうか。さあ、ではこの奥へ進んでいきたいと思います。
あゼーランダ山のこっち側へ出てきました。おっとあれはガルバゴルバか。ただちょっとレベルが結構上がってきちゃっているのでこいつらは無視していく。空にもうおっとなんか浮いてるぞ、スカイドラゴン。こっちはなんだ、これはメガタルロックかスマイルロックか。さあではここでキャンプをしていきましょう。まずはキリアのこちら厚手の鎧、これをやっていきましょうか。はい、裏でちょっとやってる間にレベル上がりまして、こちら4連打ち、これを覚えることができました。まずは火力を上げて、でその4連打ちやっていきましょう。あとはうおっと左配信までで2人のところへ行きました。よし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 、お、だいぶいいぞ。今まで裏でやった時だけいい結果でしたから、この辺りでいいところを見せたいですね。ここ2枚でいいかな、集中力50になるかな、そんなに行く必要ないか。まずここ手加減、これ普通にやると、あー手加減、ちょっと待って2倍であって29で手加減、それなら普通に叩いて叩く叩く手加減、手加減叩く、あ、だいぶ危ない、待って、で次、そうか下がるのか、ただここで手加減、で叩く、今のはどうだ、普通にもう一回いくか。40とかあと10くらいか、左右で同じ基準値なのだとしたら残り10か、普通に叩くと大きすぎる、手加減で、手加減でいけるか、あそこまでいけ、9、よし、だいぶいいんじゃないか、これはよーし大成功きました。これであとベロニカのマジカルハット、これをやっていきましょう。これは攻撃魔力も上がるので結構重要な打ち直しになります。よしよし、右下だと9か、さっき950度の時で手加減やってちょうど9ですよね。ラッとするならまだ普通に叩いていくか、そうしないで普通に叩くと残りか、手加減、で鮮度で手加減、よしこれはいいんじゃないですかね。うーし来た、大成功2連続。よしではここで、休んでいきましょう。さらに進んで始祖の森へ向かっていきます。さあみんな引き連れてすごい賑やかに進んでいきます。ここが始祖の森、おお、キャンプがなんかキャンプがここに行くまでに2つもある。ここが天空の祭壇、あそこへオーブを、おお、こんな近くか、こんなに近くに命の大樹が、その天空の祭壇へオーブを捧げるということなんですね。おお、本当に浮いてる。イベントが起こりました。
おお、おじいちゃんが。山頂までもう少しかかりそうね。大樹ちゃんに会う前の大事な時なんだし、ここでしっかりと休んでいきましょう。そうしましょうか。おじいちゃんヘトヘトです。いよいよ明日は命の大樹の元へ向かうのね。なんだか緊張してきたわ。そうですね。おお、もうこんな近くまで。ねえ、セーニャ、あの曲を聴かせてよ。あんたが子供の頃からよく弾いていた、私たちの故郷に伝わるあの曲を。セーニャは縦琴が弾けるんですよね。大樹って夜はこんな幻想的に見えるのね。私たちの命もあの葉の一枚なのかと思うと、なんだか不思議な気分になってくるわ。そういえばラムダの長老が言っていたな。あの命の大樹が世界中の命を束ねているとか。それって本当なのか。ええ、誰かが息絶えるとき、その葉は散り、誰かが新しく生まれるとき、新たな葉が芽生えることで、世界の命のバランスは成り立っているの。もうじき、ウルノーガとの決戦ね。ウルノーガさえ倒せば、きっとお父様も昔のお父様に戻ってくれるはずだわ。あら、ベロニカ、あなたも楽器をたしなむの？うわ、なんか初耳ですね。ベロニカが、楽器が、お？うん、これは長老からもらったお守り。私たちの祖先、賢者セニカ様が、昔、ラムダに残していったものらしいわ。へぇー。さ、みんな、おしゃべりはその辺にして休みましょう。夜更かしは、レディーの天敵よん。さあ、これは女子の寝室。私とお姉様はきっと芽吹く時も散る時も同じですよね。双子だとそうなるのかな。セーニャはいつもクズだからどうかしら。お？でも、そうだといいわね。ベロニカ帽子かぶったまま寝るんですね。さあ、なんだか意味深なイベントがありましたが、あそこが天空の祭壇か。それでは今回は一旦ここで終わりにしたいと思います。次回はいよいよあそこの天空の祭壇へと行ってみましょう。一体何が起こるのでしょうか。それでは最後までご視聴ありがとうございました。この続きを見てもいいかなと少しでも思ってくださいましたら、チャンネル登録等よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。それでは。